この動画では、サツメさんの取り違えの問題を取り扱います。問題を解いてみたい人は、一時停止してね。ついでに、チャンネル登録お願いします。イメージをしやすくするために、切手を書いてみましょう。予定より高くなったということは、実際には90円切手を多く買ってしまったことになりますね。50円切手が多くなる予定でした。現実はこうでした。現実と予定の違いは何でしょうか？この飛び出ている部分だけです。他は同じです。何個50円切手が90円に変わると120円の差が出るでしょうか？サーツメザンの手法で3枚とわかります。和と差が分かったので、和サザンでいけます。予定では、50円切って、9枚、でした。予定より安くなったということは、実際に多く買ったのは50円切手となります。1枚あたりの差が40円なので。買った枚数の差は4枚とわかります。ここから50円切手を買った枚数はどのように計算したら良いでしょうか？絵を描いて考えてみましょう。50円切手の多く買った分は200円です。残りのピンクの部分に注目しましょう。ピンクの部分はペアが作れます。というわけで、50円切手は11枚買いました。やったー！